動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。体験版をやろう。今回はですね、星のカービィ Wii デラックスの体験版をやっていきたいと思います。ね、もう、確定した面白さ。ね。体験版でやる必要はあるのかいっていう話なんですけどね。でも体験版出してくれてるから、体験版をやりましょう。これはね、過去に発売された、星のカービィ Wii のでね、Wii の移植版になりますね。デラックスはなんだっけ？前にダウンロードであったのかな？あー、ケーキこぼした。もったいない。これ、星のカービィデラックスはやったことないんだよね。このシリーズは。確か。船のパーツを集めていくやつだよね。いつもは敵のはずのね、デレデ大王がこうやって仲間になってくれる。カービィとデレデの関係ってね、まあ言ってしまえばのび太とジャイアンみたいな関係かな。マリオとクッパのようにような関係ではないよね。あ、そう、なんかこの今倒れてるキャラクターはマホロか。マホロ。このキャラクターを中心にしたエピソードが、シナリオが追加されてるみたいですね。ね、困った。待ったということで。カービィがやるわ、わしやるでっつって、任せんしゃいっつって、ほなわしもやるわ、じゃあわしもっつって、みんなでこのパーツを集めていこう。もう落ちた位置は分かってんだ。プラモのパーツみたいに分かれてるね。で、エンジニアを呼んできて、修理するという、そういうのではないみたいな。いや、星のカービィでさ、マシンを直すときに、すごいエンジニアの人を呼んで直すっていうパターンがあったら、それはそれでちょっと面白いけどさ。でも マホロアね、マホロアと一緒に冒険しよう。突如ポップスターに現れた彼の名はマホロア。マホロアに、冒険のお助けをしてもらおう。お助けマホロアが助けてくれる。体力2倍の薬をくれたり、穴に落ちても助けてくれる。オート飲み込みもオンになります。お助けマホロアをお願いしますか。そうだね、せっかくだからお助けマホロアお願いしようか。やったぜ。じゃあ行きましょう。レベル1クッキーカントリー。はい、やりますね。あー、懐かしい。俺2までだったっけな、星のカービィちゃんとやったの。おすそ分けプレイでいつでもどこでもみんなで冒険、最大4人で遊べるよ。カービィ以外のキャラクターも選べます。ボタンを押すだけでいつでもインアウト。コントローラーがつながらないときは、ポーズの、コントローラー設定からコントローラーを登録しよう。まあ要は Wii の、スイッチ版ですかね。A でジャンプ、B で吸い込む。あ、ちょ、看板出てた。チュートリアルの看板出てた。でもね、えぐいことに敵を吸い込んで飲み込むからね。吐き出すことは一切ない。ワトルーディって、デレデ大王の、あれでよかったんだっけな。部下でよかったんだっけな。塩は住人なの。そうだ。あ、種切りができる。
合体がないんだ。あーいいね、いいっすね。スライディング、カービィといえばスライディングです。ダッシュダッシュ、カビダッシュ、かっけー。上切り、なかなかね、あのこれ意外とね、その十字キーとかの対してのアクションがね結構あるの。あ、今のってあれか、今のもやあれあんのかな。どうやったっけ。あ、吐き出した。下棒吐けカビ。あれもあれもあんの。違ったわ、見せかけかよ。悲しい。あー熱い。星のカービィ、前にやった星のカービィのあれ、あの何だっけ、ディスカバリー。一応まあ体験版でディスカバリーはやったんですけど、あくまで体験版だけですから。鍵運べってか、吸い込む。あ、ソードになってるから。お、さあゲット。エナジースフィアを手に入れた。世界に散らばるエナジースフィア、隠されたスフィアを探し出そう。というわけで、エナジースフィア1個。あ、スフィア、スフィアじゃねえ、なんだよスフィア。原始肉、カービィの時代にだって原始肉はあるって。あーくそ、あ吸い込めた。ストーンじゃないんだ。ダイワドル、あーハリボテかよ。なんもねえ、チェリー、またぜ。おお、フルパワースイコ、フルパワースイコ、なんかあんの。なんもないの。こいつ飛ぶのにはしごって必要なの。あれは、あ、なんかリーフ。ああ、これはちょっと見たことないかな。ホッキングも、ホッキングもあるよ、ね。リーフは見たことない。ソード、カッター、ビーム、なんか魔法の杖とかね。は見たことあるけど、どこまで見たっけな俺このコピー能力で。あのディスカバリーのやつもいる、まああのストックファイヤーとか、アイスか、あれ系は見たことあるけど、ちょっと待って、ホッピングあるんだ。敵の復活が早い。ない、アイアン、リーフ、リーフ。基本的にワドルディたちはさ、なんでカービィの邪魔をしてんのかわからない。別に彼ら悪いやつらっていうことではないし、でこのね、この時、あいちゃ、この時ってさ、デデデ大王も協力してるわけやん。じゃあ彼らはなんでカービィの邪魔をしているのかっていうことになるよね。カービィ邪魔をしてるっていうより、カービィ恨まれてるんだよ。あー、そっか、こいつ何でも吸い込むもんな。めっちゃ飯も食うもんな。そらーね、恨まれるわ。カービィお前何しに来てんっつって、まだあいつ、わしら食いに来たんちゃうかって。
下が下のやつが攻撃できない。カービィ来よったでまだっつって、わしらの身を守らなあかんっつって。わあ、こうやって吸い込んだりするから、吸い込んだりするから恨まれんねん、邪魔されんねん、冒険分かってるそれ。あ、しまった。ね、カービィさん分かってるぞ、こう言ったぞ。危ね、挟まれるとこやった。古いゲームとかやったら、ああいうちょっとした隙間でもね、挟まれてダメージ受けたりするからね。ダメージっていうか一気減ったりするからね。おお、なんか来た。何食えっていうこと。あ、捨てるときは捨てる。あちょっとまた録画が止まりまして、なんだっけ、ウルトラソード、これを手に入れたんですけど、ちょっと待て、わあ、めっちゃ第三の壁を越えようとしている、すごい。あ、来た。いいね、これね、爽快やね。能力が刃物やったら、刃物じゃない、結構なんかあれやったら別にええんか、なんかソード系やったらなんか別にええんか。なんだ、これを手に入れた瞬間にね、あ、なんか出た瞬間にね、あ、捨てちゃった、止まったんでね。これはなんか別の、ああ、後ろからなんか迫ってきてる。ボーナスステージ的な何か。待って。ガンガンに飛ばしていけ。ダッシュ。うわ、早い。はい。で、ここで止まらないですよ。バーン。まだある。ファイヤーか？ソードを取れて。ファイヤーソードにはならない。悲しい。とりあえずソード。あ、ボス戦。そういうことね。だから武器取れ。武器を手に取れ。あ、そう、なんか来た。あ、でもソードいいの。やった、楽勝。やっぱりソードだね、使いやすいのは。あ、ボスステージになるのか、さっきの。んで？ゴール。ゴールゲームスタート。あー、あったな、こういうの。すっかり忘れてた。やりました。で、ステージ2が開く。ワイワイマホロランド、ワイワイマホロアランド、お試しオープン。どこかの世界に作られた、マホロアのテーパンパーク。アトラクションやお土産が盛りだくさん。バスでいつでも遊びに行こう。こいつ何やってんの？船、不時着してさ、パーツがバラバラになったのにさ、何勝手になんかテーマパークオープンしてんの？作ってんの？じゃあちょっと行ってみましょうか。マホロアイランド。
ガチやん。めっちゃガチやん。いや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 。ワイワイマホロアランドじゃねえんだよ。司会人マホロア、いやカービィ、ワイワイマホロアランドへようこそ。ここでは僕が作ったいろいろなアトラクションで遊べるよ。スタンプラリーも用意したよ。アトラクションをたくさん遊んでスタンプを集めてね。それとマホロアランドに来てくれた記念にお土産をプレゼントしちゃうよ。ワドルディのなりきりお面を手に入れた、元気ドリンクを1個手に入れた。手に入れたお土産はエントランス広場にあるお土産屋で預かっているから後で覗いてみてね。それじゃあアトラクションを楽しんでいってね。ちゃー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 、楽しんでいってねじゃない。あ、移動これない。あ、話しかけるとかない。違うんよ。言いたいこといっぱいあるんやけど。お前さ、不時着してさ、船のパーツかき集めてくれてさ、こっちに頼んどいてさ、何勝手にこんな、あれ、テーマパーク作ってんの。めっちゃガッツリ作ってるし。何してんのっていう話。いらっしゃいませ、こちらなりきろうめんやお土産アイテムを預かるお土産屋です。預かり屋だろ。こちらで預かっているお土産はステージに持ち込むことができるんですよ。あ、持ち込みたいお土産アイテムは、使う前に忘れずにセットしてくださいね。それではご利用、何をご利用になりますかっつって。じゃあとりあえずなりきりおめんつけとこうか。もうわけわからんけど。ありがとうございました。ちなみにお面は、R 押し込みでいつでも外すことができます。もう一度押し込めばすぐ付け直しもできますよ。ここか。さっきやったのこれか。ああ、十字キーの、R スティックで、なんかいろいろとアクションできるんですね。ステージの方はいいか。大体もう、Wii やってた人にはわかるよね。あ、めっちゃ登れるやん。あ、そんな登れんの？あー、でも後ろ側とか行けないんだ。これは多分まだ行けないっていうことだよね。入れないってこと。一時手裏剣道具。ガンガンブラスター。じゃあちょっと遊んでいきましょうか。どうしようか。ガンガンブラスター。ガンガンブラスターレベル1。ショットでガンガン打ち合う。長押しや、山なりショットも打てるよ。2回ヒットでショットがレベルアップ。弾切れ注意、エナジーカプセルを拾って補充してね。相手のショットも避けられるよ。ジャンプね。スーパーブラスターのスーパーショットは、壁も、無視できる貫通攻撃で相手をまとめてやっつけられるよ。あ、チケットになってるね。いい。よし。今だ。いけ。わ、なかなか狙いが定めづらい。やったぜ。弾切れ。あ、今のあれ弾なのか。弾の補充か。あー、くそ。あ、当たった。あ、でも。タメ打ちは攻撃範囲広いね。あー、くそ、避けられた。よし。わー、スーパーブラスター。待て。あー、しまった。あー、くそ、避けられた。よし、これでメタナイトを撃破で、ワドルディオギか。あとは出てて大王のみ。スーパーブラスターを取る。やったぜ。いった。よし。
勝ちました。これは今一人で遊んでるから、まあ勝てたんですけども、まあみんなで遊んだらね、多分めっちゃ白熱すると思います。てかあれだけで、あれだけで一本ゲームできるんじゃないのか。めっちゃもらったわ。スタンプめっちゃもらってんじゃん。すげえもらった。一撃手裏剣道場やっていきましょう。大丈夫か、また止まらないか、録画。あ、ジョイコンなんだ。ジョイコンを振ると中央に向かって手裏剣が飛ぶよ。 A でも遊べます。あ、よかった、ボタンも使えるってね。画面の外から入ってくる動く的に手裏剣を当ててる。的の真ん中に近い、点が高いよ。黄色に当たればドンピシャボーナス。ボタンで遊ぶ、これはボタンで遊ぶんですよ。まあね、腕にある人はあのジョイコンで遊んでもらったりね。授業を始める前に手裏剣を構えてね。1の的、ドンピシャ、やりました。もうターゲットは固定なんだ。あー、くそ、ちょっと外れた。最後の的、うお、バウンドした。的には当てた。フラッカー2個手に入れた。おお、結構済んだね。はい、まあ、意外とね、レベル1でもシビアな感じがしたね。だってバウンドとかしてくるんだよ。じゃあストーリーモードに移動します。これどこまであるんやろうか。どうしようか。ステージ23、あ、でもステージ23までありそうだな。ラスボスまでありそうだ。ラスボスじゃねえわ、このステージのエリアボスまでありそうだ。とりあえずそこまでやってね、体験版が終わるかどうか進んでいきたいと思います。めっちゃ切り上げしてくる。こんなんいたっけ。ウィーで増えたのかな。あ、めっちゃ砂吐いてくる。あ、能力者だったの。サンドマンカービィ。砂遊びなら得意だぜ。あいつは一つ目になったら厄介になる。ああ、しまった。よそ見せ。なんかあるぞ。なんか新しいまた能力が。これは何だ。ウィップ。あ、インディーですね。インディージョーンズですね。あぶね。あ、いいな。ウィップ。あ、結構攻撃範囲が強い。基本的にあれかな、ソードのアイテムとか取りやすくなる
感じかな。こういうところ、ねね、どうやって壁を貫通してるのかよくわかんないけど、待って、あいつさ、やられ顔がさ、ちょっと笑顔なんだけどさちょっとやられ顔がさ、笑顔になってるのがね笑顔に見えるんだね。え、そういうありなの能力をさ、で、今度これね、ビーム、ちょっと進んでるし、わお、避けちゃったけどいいのか、あーこれウィップを持ちながらだったらね、完全にあのジョーンズ先生だったんですね。インディ・ジョーンズになれたんだけどね、残念ながらそれはやらなかった。上はなんかなんもねえし、なんかエネルギーを帯びたりはしてるけど、あ、もしかしてあれか、ウィップはあいつか、ウィップこいつだった、ててれってーててれーててれってーててれーれーれーとか、逆やけど後ろから追いかけるパターンじゃないか。あ、つかみとかできるんだ。てーてれってーてーてれーてーてれってー、きたーてーてれーてーれってーてれってーてーてれーてーてれーれってーてーれ、あんまりそんな迫力はないなきたーと思ったけど、そんなに緊張感はなかったスリープ、あれも確か固有能力、すげえ寝てんの、あ、回復か、もったいなかったな、もったいなかったな、ほんと、あ、いた、ウォーター、あ、しまった、口に含んでる、まあいいや、めっちゃスリープいるやん、特にスイムの能力があるというわけではないのか、お前吸い込まれへんの、ウォーター来ましたね、あ、いけた、邪魔、うお、いいね、いい波乗ってるね、来た、お、いいね、いい波乗ってるね、スライディング扱い、来た、あ、じゃあこっちある、いい波乗ってるね、ウォーター水の中なのに使えないのかい、あ、使えるんか、これウォーターでいいよね、あ、でも能力解除されてるみたい、お前復活すんの早いな、さあ、ボスか、じゃあね、ファイヤー、いいぜ、いい波乗ってるぜ、ガンガンに進んでいくぜ、波に乗ってガンガンに進んでいくぜ、いた普通にぶつかった、ああ波に乗れなくなった、痛いそんなダメージの受け方ある、キノコのこの帽子に当たるとか
いいぜ。あの下になんかある。うわ、痛い。これ下どうやって行くの。これ引かない。あ、ここか。で、これに行きます。よし、いい波乗ろうぜ。いい波乗ってんね。よし。あ、サンドイッチ忘れた。なんかあるだけか。爆発。あ、来たね。能力捨てろって。さあ来たよ、ドラゴンストーム。あーやべ、あーやべ、めちゃめちゃストームじゃないですか。さっきのためなんやねん。ちょっと待って敵も倒してくれ、敵も倒してくれ。ガンガンに燃やし尽くしてやるぜ。ソードほどちょっと爽快感はないね。タイミング、タイミングよ。これ焼肉にしてやるぜって。ここら辺かな。これでボスのフィールドが出てくるのかな。お、来た来た。じゃあ行きましょうか。ない。普通にあれか。いけいけ、ガンガンにいけ、飛ばしていけ、すべてをなぎ倒していけ。すべてをなぎ倒していけ。ワンナップ。俺はワンナップだって吸い込む男だって。あれないんか。今の巣は何だったの。リーフか。何これ、モミジ。あ、ビームか。お、モミジ。さあ来たぜ。わあ、タメ打ちが。ああ、連打で一回転するのか。めっちゃ振り回してる。これでいけるんちゃうか。ああ、ダメダメ。これでいけるんちゃうかって言った言った途端に対策されてるし。さあ、1-2コンプリート。トマト食ってね。ステージクリアをいたしましょうか。はい、クリアしました。あー、くそ。一番下に下がったタイミングで押すんじゃないのかな。あ、何か、何、押すとあんまり上がんないのか。ステージ2クリアいたしました。3じゃないんだ。
なんか3じゃないみたいなんだけど、とりあえず一気に飛ばして、あ、体験版だからかな、体験版だからとりあえず飛ばそうかっていう話かな。勝った炎、いや火だから燃やそうか、多分あいつだし。さあおなじみですね、ウッピーウッズ、おなじみのこのこのおなじみのね、最初のボス。このカービィ、星のカービィをまあ象徴するボスと言っても過言ではないじゃないですか。最初のボスと言っても過言ではないんでしょうか。過言ではないと思います。めっちゃ言い直してるけど、あいだ、ファイヤーとかそういうので十分だ。もうね、ワンの時とは違うんだよ。カービィ自体が。さあ勝ちました。ね、名物勝利の踊り。製品版ではさらなるステージやコピー能力が登場。あ、マシン、マシンカービィ、あれ見たことない。朝の見ましたね。マシンちょっと使いたかったな。さまざまな仕掛けやボスを乗り越えて、冒険を進めよう。あーすごいすごい。最大4人プレイ、いいな。マシンカービィ、マホロアランドにはアトラクションが盛りだくさん。落ちた、ブロック崩しみたいな。あー、刹那の一撃だったっけな。手に入れたお面はストーリーモードに持ち込もう。おしゃれさん。そしてストーリークリア後に描かれるもう一つの物語。異空間に迷い込んだマホロアの冒険が、始まる。異空間に迷い込んだマホロアの冒険が始まるね。集めた魔力でマホロアをパワーアップ。これはクリア後の話でいいのか。果たしてマホロアは異空間から脱出できるのか。あ、あれ魔法が、あとは違う。冒険もサブゲームも全てがデラックス。さまざまなモードを一人でみんなで遊び尽くそう。サンバカービィ。星のカービィ Wii デラックス、続きは製品版でお楽しみください。カービィたちが、ポップスターを大冒険、船を直してマホロア助けよう。おすわけプレイでいつでも最大4人で協力して遊べます。でね、ワイワイマホロアランドでは、100人で戦う刹那の見切り100夜、連戦モードの、アトラクションツアーも登場します。すごいな、刹那の見切り100人で戦えるんや。いやー、これちょっと面白そうですね。ストーリークリア後には、後日談なんだね。後日談のマホロアエピローグが登場。集めた魔力でマホロアを自分好みに強くして異空間を脱出。というわけで、任天堂ショップへ GO というわけですね。新たなボスが登場。ボーナスステージで、あ、じゃあボスステージで、ウィスピーウッズ、EX に挑めるようになりました。あ、こういうのもあるんだ。コピーお試し部屋がオープン。新たなコピー能力はローアに登場。ステージに持ち込んでお試しいただけます。
ということになりますね。はい、というわけでですね、星のカービィ Wii デラックス、ここまでとなります、ね、やってみた感想としては、まあ以前やった、星のカービィ、なんだっけ、あれパッと出てこない、さっき言ったザンディスカバリーね、あれ、ね、あれはもう完全に 3D だった、だったんですけども、一旦戻ってまた 2D の、やつになりましたね。まあ移植版なんですけどもね、まあやってみて、まあ前の Wii、その移植前の Wii はやったことはないんですけども、ね、やっぱりこっちのカービィ懐かしいなっていう感じはしましたね。また新しい能力とかね、増えたりして、ロボカービィ、あれね、めっちゃ気になるんですけども、あれできんのかな、ちょっと今見に行こう。天かける船ローは、あった、やったぜ。ね、星のカービィ Wii。ないやんけ。おー、ないやんけ。こんなカービィあったっけ。めっちゃ飛ぶんやけど使いにくい。はい。ね、まあ Wii、体験版もうね、面白さ知ってる人はもうすぐ買うでしょう、もう買ってるでしょうし、これ今の時点ではまだ出てないのかな。まあカービィファンなら、もうすでにゲットしているか、体験版とかねやってゲットしているかと思います。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。また次回次の、他の、体験版をやってみたいと思います。それではまた次回、バイバイ、チャンネル登録よろしくお願いします。